はい皆さんこんにちは今だからのんびりフィルムカメラの一りことです、えー、今日はですねオールドレンズについてお話をしたいと思いますはい私がオールドレンズを撮影するときに使っているカメラがはいこのカメラです富士、えー、のはい XT30 というカメラです、えー、発売はですね19あごめんなさい2019年の3月ということで私が持っているカメラでは えー、一番新しいのかな一番新しいカメラになります、えー、有効画素数が2610万画素それから、えー、センサーが APS-C の TX-TRANS CMOS4 というのを相殺しているカメラですで、えー、なぜこの富士のカメラを使うかというとおそらく想像つくと思いますけれどもやはりフィルムシミュレーションがあ非常に豊富だということです でやっぱり富士のフィルムですので富士のカメラが一番フィルムの再現性がいいのかなと思ってこのカメラを使っていますフィルムシミュレーションではプロビアベルビアアスティアクラシッククロームアクロスそれからプロネガのハイとプロネガのスタンダードエテルナの 中からですね、えー、好きなフィルムを選んで、えー、撮影ができるということでこのカメラを、えー、オールドレンズの母体器というかですね母艦に使っています。はいで、えー、ただですね私このカメラちょっと私の手にはちっちゃいかなって、えー、思っているんですね。でその それを解消するためにどんなことをしているのかということをお話をしたいと思います。今、このついているレンズは富士の純正のです、ね、15の 45mm という標準のズームレンズです。まあ、非常に使いやすいコンパクトのレンズですけれども、ふだんはです、ね、このカメラに、はい、ち,ょっとちょっと極端ですけれども、はい、例えば <laughs> こんな感じ レンズですこれこのレンズはですねテフノンですねテフノンの 70mm210mm というはい、こういうレンズです例えばこういうレンズを使うとすると,、えー、とバランスが悪いというか、まあ、グリップ力が非常にはい、ちょっと持ちづらいですねでもう一つはですねこの XT30 ここにですね これ Q って書いてあるクイックメニューですけどね、このボタンをですね、電源を入れて撮影をしようと思うときに、どうしても親指,が触ってしまう親指で触ってしまうんですね。そうすると、ファインダーを覗いたときに、ファインダーの中にメニュー画面が出てきてしまいます。ということで、どんな工夫をしているかということですね、ちょっとお話し,します。まずはですね、グリップ力が悪いということで、はい、最初にですね、 えと取り付けたのがこれですねはいちょっと取り付けてみますねはいえー、とこれは、はい、カメラグリップですで、えーまあ、純正品ではなくして私が使っているのは これはでですねペーペーモールで買ったのかな <laughs> 一番安いのを選んで買ったんですけどもカメラグリップこれ3080円で買ったカメラグリップをこんな風にしてつけていますこのグリップがつくだけで非常にやっぱり使いやすくなっていますで次にこれで大丈夫かと思って使っていたんですところがですね親指がここに干渉することは変わらなかったんですねということで次に取り付けたのが はいえー、とサムレストですね親指親指置き場ですねサムレストを取り付けました、えー、そのおかげで、はい、親指がこのクイックメニューに、はい、触る頻度が非常に少なくなりましたなので、えー、これで、えー、かなりいい使いやすくなりました、まあ、せっかくちっちゃな XT30 買ったのに、まあ、どんどん巨大化していってしまうんですけれども でこれで撮影しようと思うとどうもですね、えー、とシャッターが押しにくいんですねシャッターがちょっと押しづらいということで次に考えたのはシャッターの、えー、シャッターカバーと言われるものですこれよく皆さん売ってますよね純正でもよくありますよね、えー、と純正のシャッターカバーっていうのもありますけれども私は、えー、とこれは200円ぐらいのシャッターカバーですかね、えー、ちなみに はいこのサムレストはサムレストはえっと、2000円で買ったサムレストです。で、これが200円ですね。なので、合計で5880円、えー、かけて、こんなふうに、はいえーとまあ、いろんなレンズをつけても撮影をしやすくして、で非常にこんな形にすると、おえー、と持ちグリップもしやすくてですね、そして、えー、シャッターにも。お 楽ににアクセスできるので非常に撮りやすくなってまいりました、まあ、こんなふうにですねいろんなレンズを変えて撮影をしていますでオールデーレンズの楽しみというのは本来だったら味わえないような古いレンズをデジタルで撮影ができるというところだと思いますけれども例えばこのレンズはですねミノルタのダブルロックオールかな 35mm の F2.8 このレンズ非常にですね形がと形が 好きなんです、まあえーと。形が好きだというかうちらももちろんやっぱりロックオールっていう映りをしますけれども、えー、とこんなふうにですね、えー、XC30 につけると非常に、えー、と懐かしいなんとなく形になりますよね。で非常にかっこいいということで非常にこんなレンズをつけると,、えー、とテンションが上がって撮影をしやすくなります。それから 例えば、まあ、本来だったらありえないものなんですけれどもこれはですね、えー、と私が持っている解像レンズですね、えー、ヤシカについていた 35mmF3.5、えー mm、カールツワイスのレンズですこれは改造して、えー、今ライカマウントになっていますでマウントアダプターをつけて、はい、こんなふうにつけると非常にコンパクトな に持ち歩けるスナップにですねちょうどいい 35mm ですので 35mm 換算をすると52.5ですかね標準レンズとなるわけですけどもこのふうに使いやすくなりましたということでこの XT30、はい、はですね今思うと本当に現代のフィルムカメラになるそんなカメラだと思います。 えこんな風にですね、えー、私は、はい、オールドレンズを楽しんでいます。はいえー、皆さんはどんな風にですね、えー、どんなカメラでオールドレンズ楽しんでいるでしょうか、えー、もし、えー、さ皆さんの感想をですね、えー、お寄せいただけるとすごく嬉しいです。はい、今だからのんびりフィルムカメラのとことでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。